公立古墳は広島県秋高田方市高田町上公立にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定されている。広島県では第2位の規模の古墳で4世紀後半頃の築造と推定される。広島県北部旧公立町市街地の北西。 菊山南登録の尾根城に築造された古墳である。2008年に古墳として認知され、2010年度以降に発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で、墳球主軸を南北方向として前方部を南方に向ける。墳球は公園部で3段築成、前方部で2段築成。墳球長は77.5メートルを測り、 広島県内では3通城1号墳に次ぐ第2位の規模になる。墳球表面では全面に付き石が認められるほか、円筒葉には列、軽傷葉にはが検出されている。墳球周囲に就航は巡らされていない。主体部の埋葬施設は公園部中央部に構築されており、長大な母校が検出されている。墓内の調査は実施されていないためつまびらかでないが、 電気探査では、縦穴式石室や歴格のような石を使用した施設と推測される。服装品はつまびらかでない。この公立古墳は、古墳時代前期末の4世紀後半頃の築造と推定される。金星な墳形、緻密な吹き石、丁寧かつ精巧な家型葉庭の点で極めて、機内色の強い古墳であり、当地が瀬戸内海と日本海を結ぶ。 内陸交通上の要衝として、紀内山王県から重要視された様子を示す古墳になる。古墳域は2016年に国の史跡に指定されている。なお、本古墳の北約150メートルでは、効率2号墳が確認されている。古墳の規模は次の通り。公園部中央では、長さ7.5メートル。 幅2.8メートルの長大な母校が検出されている。また、中央の南東寄りには、石膚角があり、家型葉庭5個体が一列に並んだ状態で配置されている。また、公園部中央の浅い落ち込みからは、小持家型派庭が出土しており、全国的にも珍しい例として注目される。公園部最上段の外縁には、派庭列が巡らされる。 円筒埴輪、大円筒埴輪、二形埴輪などからなる埴輪列であり、発掘調査によれば埴輪樹立の際に埴輪の高さを揃えようとした意図が認められる。所在地交通アクセス関連施設、周辺注釈出店。ありがとうございます。